あベイビーロッキー、何してるんだい。ああ父の日のお祝いをしてるのかな。すごいじゃないかベイビーロッキー。エンジン大丈夫かい。まずいぞ、コントロールが効かないみたいじゃないか。助けを呼ばないと。カール、緊急事態だ。ベイビーロッキーが父の日のお祝いでフライトをしてたんだけど、突然コントロールが効かなくなっちゃって不時着したんだ。ベイビーロッキーのところ行けないかいカール。おお、なあ、どうしたんだい。まあ、バイラバ、この紙をたどっていけばベイビーロッキーが見つかるって。まあ、バイラバ、あはん、なるほどね。カパ、紙がないみたいだね。スーパートラック、これベイビーロッキーが引っ張ってたやつだ。でもどこだ。なんだなんだ。ディーリブー、スーパートラック、ベイビーロッキーじゃないか。スーパートラック、けど、なんでこんなところにいるんだ。今、ピーヤバか、ピー。クラッシュしたときに、偶然ここに落ちてきたって。スーパートラック、あれ、取らないとね。取れそうかい。スーパートラック、動かないみたいだね。どうしよっか。ああ、山田は。あれに届いて、絡まりをほどけるやつっていうと、なんだろうね。ははあ、あのもゆばご。おお、いいぞ、スーパートラック。スーパートラック、頑張れ。もう少しだぞ。やったじゃないか。大丈夫だよベイビーロッキー、スーパートラックが直してあげるからね。ロッキー、スーパートラックが見せたいものがあるってさ。もうちょっと待っててね、今来るからね。ロッキー、後ろを向くんだ。いいぞベイビーロッキー。ロッキー、今日は父の日だもんね。お父さんとしても嬉しいんじゃないかい。ありがとうねスーパートラック。じゃあねみんな、またね。やあカール。ああ、なるほどね、マチルダとジェリーがこれからレースなのか。誰のクラクションだ。
あれ、なんでクロコマイルがここに？どうやらレースに混ざりたいみたいだね。カール、もしかして念のためかな？じゃあ変身しよう。どうしたんだい？一応気をつけてね。君はすごい速いってわけじゃないんだから。スーパーレースカーか。なるほどね。みんな速いな。まずいぞ。クロコマイルが何かしようとしてる。危ないじゃないか。それ、ブレーカンだぞ。大丈夫かい？クロコマイル、お仕置きしないと。何か考えがあるみたいだね。スーパートラック、もう少しだ。あそこに水たまりがあるぞ。ビンゴー。スーパートラックの勝ちだ。ジェリーとマチルダ怒ってるみたいだぞ。スーパートラック、ありがとうね。スーパートラック？ああ、なるほどね。カール、ありがとうね。レースの開始だ。位置について、よーい、ドン。誰かが呼んでるみたいだぞ、カール。確認しに行こう。リリーじゃないか。ベイビーたちと遊園地にいるみたいだね。ベイビーがボールプールで何かあったのか。
あっちにもベイビーがいるじゃないか。一体何があったんだ？カール、助けに行けるかい？よし、じゃあ行こう。大丈夫だよ、リリー。スーパートラックが何とかするからね。で、どうしたんだ？まだまだよ。ああ、なるほどね。これ、全部ガムなのか。パラパは。おっと、そういや、そこにもベイビーいたね。スーパートラック、何とかしないと。変身しよう。まだまだよ。スーパーゴミ収集車か。なるほどね。スーパーゴミ収集車、ベイビーが埋もれちゃう前に全部吸い取らないと。危なかったね。これでとりあえずは安心かな。あとはあっちのベイビーだ。おっと、ジャンプしようとしてるぞ。まずいぞ、このままだと地面に衝突じゃないか。なんとかしないと。バラバラ。ベイビー、ボールがないんだぞ。ジャンプしちゃダメだよ、ベイビー。早くなんとかするんだ。やったぞ。ありがとうね、スーパートラック。ベイビーがお礼にボールをあげるってさ。公園は楽しかったかな。おっと、ジャニス気をつけて、バスケットが落ちそうだよ。みんな大丈夫？ありがとう、スパイダートラック。大変、スーパートラックの偽物だ。スーパートラック、君の偽物だ。変身しないと。レースか、急ぐんだ。
困ったぞ。君を偽物と勘違いしているよ。違うんだ。スーパートラックは助けに来たんだよ。偽物を見つけ出さないと。偽物はあそこだ。追いかけるんだ。捕まえたぞ。待て、どこに行くんだ。逃げられちゃった。さあどうする。もう一回変身しよう、スーパートラック。よし、偽物を追いかけるんだ。まだ近くにいるはず。あそこにいたよ。頑張れ。クモの巣だらけだ。危ない。ありがとうフランク。しまった、フランクが捕まった。マチルダもアンバーまで。スーパートラック気をつけて。どこに行ったのかな。なんてこった。そこから出るには ST3000 を使うしかない。送風機でクモの巣を取り除こう。あとちょっと。うわ、うん、危なかった。みんな動けるぞ。今だ、スーパートラック。チャンスだ、逃がすな。気をつけるんだ。やったぞ。さあ、牢屋へ連れて行こう。おかしいな、ダイナーから音がするぞ。でも花火なんて見えないぞ。ドクタージグが疲れてるみたいだ。多分クッキーを食べ過ぎたんだね。大変だ、ダイナーが火事だ。チリ、大丈夫かい。クロコマイルも火に囲まれてる。フランクは間に合いそうにないぞ。スーパートラック、フランクと一緒にクロコマイルを助けよう。さあ変身だ。大丈夫かい、クロコマイル。もう火は消えたよね。まだ火が残ってるぞ。フランク、この火事の原因を調べないとね。スーパートラックが調査を助けてくれるよ。この花火が火事の原因だ。でも誰の仕業だろう。調査隊は手がかりをつかんだようだね。モンスタートラックが火事を起こしたのかい。彼はクッキーを盗みに来たみたいだ。火事のことは関係ないって。検査の後に調査を続けようね。
ドクタージグの具合が悪そうだぞ。彼にも治療が必要だ。クロコマイルはこの薬を飲んでね。病院が火事になってる。スーパートラック、フランク、調査開始だ。花火だね。この火事も同じ犯人の仕業だ。クロコマイルとドクタージグはどこに行ったのかな。どちらが火事を起こしたんだろう。ドクタージグは火事から隠れてたみたい。犯人じゃないって言ってる。どうしたのフランク。クロコマイルだ。また火事を起こそうとしているのかい。クロコマイルはアンバーの薬から逃げてたんだって。もしクロコマイルじゃないなら誰なんだ。まさかまた火事なのか。アンバー、容疑者から目を離さないでね。消防車2台で火を消してから調査続行だ。水じゃ大きな火事はなかなか消えないね。 ST3000 を使おう。フリーズ光線ならチリを助けてあげられるね。もう大丈夫だよチリ。よくやったね二人とも。誰が火事を起こしたか見たかい。チリ、どこに行くの。チリが火事の犯人だ。花火で遊ぼうとしてたんだね。一人でそんなことしちゃダメだよ。火で遊ぶのは絶対にやめようね。火を使えるのは大人だけだよ。